まないね。はい。じゃあ、こんにちは。はい、こんにちは。18卒なので、社会人5年目。18がすごくね、うち多いんですよね。キャリプラ大阪の18卒っていうのは、過はい。去11年間の中でも、なんていうの、ゴールデンエイジなんですよ。ゴールデンエイジ。めちゃくちゃ人数が多くて、はい。もう、もう、多分キャリブラ来てた時もそうじゃない？もう、むちゃくちゃ人いたんじゃない？い。いつも机、フルフルで埋まっフてルフルでて。ね。そうよね。だから すもごい。いう、みんな、や、ふ。委託とか相談とかも順番回ってけへんから、なんか、ああ、確かに。はい。順す番ご待ちしてたい。よイメージね。があります。はい。やっぱりあそこの子たちってやっぱりね、いろんな業界で今も頑張ってくれていて、仕事インタビューもこれ登場してる人結構18多いんよね。そうなんですね。で、今日はまあ、業界っていうね、はい。業界ということで言うと、まあ、広告業界だけれど、いわゆる、もうちょっとこう、なんていうのか、まあ、鉄道系で、ハウスエージェンシーの、で働いていらっしゃるということですよね。そうはい。です。はい。で、5年目なんですけど、こう1年目から今まで、もし部署とか仕事の内容が変わったのであれば、まあ、それも順を追って、どんな仕事をしてるんですかっていうのを、まずちょっと簡単に説明してもらっていいですか？はい。じゃまず、1年目の時は、ウェブの部署に配属されまして、まあ、いわゆる広告会社の中でいう内勤の方ですね、の方に、部署に配属されました。まあ、うちの会社が、ハウスエージェンシーと言いつつも、一般の企業さんであったりとか、あと自治体さんとか、あと、クライアントのグループ会社さんまで、結構幅広くクライアントさんを持ってる会社なので、1年目の時は、その幅広いお客さんに対して、まあ、ウェブの広告のプランニングを提案したりだとか、まあ、こういうサイトを作りたい、こういうメッセージを伝えたいサイトの中で、みたいなお客様に対して、ウェブのサイトのまあ、デザインからコンセプトから提案したり、その制作進行をちょっとお手伝いさせていただくみたいなところで1年目の頃は過ごしてました。なるほどね。なるはい。ほどね。ちょっとそこで、質問をすると、要は、クライアントによって、もうその、まあ、ホームページを、まあ、コンセプトに沿って作ってくださいっていうだけの仕事もあれば、ホームページ作るだけじゃなくて、そのウェブ広告を、じゃあ、どういうターゲットに対して訴求したいんであれば、こういうものを使いましょうかっていうような、それぞれどういう、こう、費用対効果があってみたいなところはもい。含めて、提案をしていくクライアントさんもあれば、まあ、はそい。の辺はいろいろ幅があったということなのかな。そうですね。もうお客さんのその課題によって、まあ、出向の方が実績がいいですよっていうことであれば、出向提案したり、まあ、サイトからちょっと見直しませんかっていう提案をさせていただくこともあれば、まあ、ちょっと私は1年目の時だったので、あまり、そういったお仕事はなかったんですけど、ウェブプロモーションっていう、もうちょっと幅広い、ウェブに関する、広告のプロモーションを全部ちょっと、まるっと提案させていただく、交通広告と連動させましょうとか、イベントでこういうことをやるから、ウェブでもこの日はこういう盛り上げをやりましょうみたいな、まあ、一応広告会社っていう立場なので、そこから詳しく、ウェブの制作の、詳しい制作会社さんに発注したりとか、そこからさらに流れはあるんですけれども、そういったウェブ全般のことを担う部署にいて、その中で1年目だったので、サイト制作だったり、まあ、プランニングっていうところを、はい、ちょっと行ってました。じゃあ、あれやね、その外部の会社さん、まあ、取引のある会社さんで、制作会社とかデザインの会社とかとやり取りをすることもあるし、はい。社内にそういうデザインやる人とかいろんな人がいて、そういう人の連携もするし、はい。はい、そうです。はい。
本当からのニーズっていうのは営業を挟んでくるのかな？